你好，我是 New Matsuzaki。2021 Miss Sake Japan。私たちミス酒は日本酒を中心に日本文化の魅力を発信しております。今回は愛知県江南にございます薫壁酒造様にお伺いしてまいりました。薫壁酒造様の細部にわたるこだわり、水やもやし、麹室、絞り方などなど、今回の動画で紹介してまいります。ではご覧ください。こんにちは。さあ、降り立ったのはこちら、岩倉駅、江南地区にございます。薫壁さんに酒蔵の見学をさせていただきます。では、行ってきます。レッツゴー。大正4年、1915年創業で、今は4代目の当主様が旨味のある酒造りをしてらっしゃいます。酒造りはまず精米から、そしてこちらがお米を蒸す和釜と古式です。薫壁さんは木曽川のお水を地下100メートルから引いてくるそうです。愛知県の中でもトップを争うその井戸の低さです。これを無加工でお水を貯めることにより均一なムラのない酒造りを目指しています。こちらは左から右へ酒米の精米具合です。そしてこちらが麹室。薫壁さんの麹の立て方は蓋のあるケースを使ってムラなくまんべんに温度の高さを保って行われています。麹菌は育成した米麹の種の粉を振りかけるものですが、海外では餅についた菌、餅麹などもあり、豪快に発酵させるそうです。日本酒の繊細さはここにも秘められていました。水、麹、米に加えてもう必要なものが酵母です。薫壁さんは重要酵母、伝統型を使うことでバナナのようなフルーティーな風味を出しています。一つ一つの工程に名前が付けられているのも思いとこだわりが詰まっていることを感じさせますよね。麹ができたら次は発酵です。土曜日に仕込んだんで3日目ですね。まだまだお米っぽいですよね。お米っぽい、全然溶けてないから。もうこうやって閉じていくんですね。もうちょっとビコビコ動いてるのが、酵母が動いてるのが分かる。ここで皆さんに問題です。で、酵母を育てる際に雑菌が入らないように温度を保ちながら仕込んでいくのですが、そのためにする方法は何でしょう？ティックタックティックタックティックタックティーン。答えは3回に分けて酵母を作っていくことです。これを三段仕込みと呼びます。時間をかけて丹精込めて雑菌を作らないように仕込んでいるんですね。このような大きなタンクでもろみができたら、あとは絞るだけ。巨大な絞り器を使って冷蔵庫の中でお酒を抽出するので、機械を使わない飛び絞りという絞り方も興味深いです。以上、旨味のあるお酒が大人気の薫壁酒造さんでした。いかがでしたでしょうか。勉強熱心な当時様が丹精込めて作ったうま口の日本酒をぜひご賞味くださいませ。私たちミス酒は YouTube や Instagram、SNS を通しても日本酒、日本文化の魅力を発信しております。私たちの活動にご賛同いただけます方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。